ちらの動画では1号館についてご紹介します。正門を入って正面に見えるのが1号館です。1号館は1933年に建てられた歴史ある建物で、駒場キャンパスのシンボルになっています。1号館の教室はこのようになっており、主に英語や第二外国語の授業で使用されます。東大の第二外国語はロシア語、韓国朝鮮語、イタリア語、スペイン語、中国語、ドイツ語、フランス語の7つが選択可能で、第二外国語に基づいてクラス分けが行われます。北側3階には製図室があります。ここは夏の工事で増築されました。製図室は地形科学の授業で使用されます。1号館中央には中庭がありますが、普段学生が立ち入ることはできません。北側には旧制第一高等学校、通称一高時代のマンホールがあります。一高は現在の東京大学教養学部の前身で、このマンホールはそんな駒場キャンパスの歴史を感じさせるものとなっています。1階から少し不気味な階段を下っていくと地下通路があります。これはかつて駒場寮が存在していた頃に、寮生が無電時でもキャンパスを移動しやすいように作られたと言われており、駒場博物館の横にはその通風口があります。次に普段は立ち入りが制限されている場所をご紹介します。3階から階段を上ると時計台の内部につながっています。ここには駒場の名前の由来や明治期に存在していた駒場農学校について紹介するパネルが設置されています。さらに階段を上ると屋上へとつながっています。屋上はビル6階相当の高さになっています。屋上からは駒場キャンパスを一望でき、天気がいい日には東京スカイツリーが見えます。屋上にはその場所の緯度、経度、標高を示す三角点があります。この三角点は小さな梯子を登らないと見えないため、知る人ぞ知るスポットといえます。屋上に続く階段には地高時代の学生の落書きがあります。これはラテン語で書かれたもので、先ほどご紹介したマンホールと同様、駒場の歴史を感じさせるものとなっています。1号館は東京帝国大学の総長も務めた建築家内田義和の設計で、国の登録有形文化財に指定されています。1号館の設計様式は内田ゴシックと呼ばれ、縦長の窓、ロマネスク様式のアーチ、レンガを竹で引っかいたスクラッチタイルが特徴的です。1号館は老朽化のため今年7月から改修工事が始まり、現在は立ち入ることができません。工事では建設当時の姿に近づけるべく、スクラッチタイルの塗り直しなどが行われる予定です。これまで1号館で行われていた語学の授業は、キャンパス北側の裏門近くに新たに作られた19号館で行われています。ご視聴いただきありがとうございました。